カール・デイビッド・アンダーソンはアメリカ合衆国の物理学者である。1932年に陽電子を発見し、その功績により1936年にノーベル物理学賞を受賞した。また、1936年にミュウリュー氏を発見した。アンダーソンはスウェーデン移民の息子としてニューヨークで生まれた。カリフォルニア工科大学で物理学と工学を学んだ。 ロバート・ミリカンの指導の下で宇宙船の研究を始めた。その過程で撮影した切り箱の写真に予想外の粒子の痕跡が写っているのを発見し、電子と同じ質量で逆の電荷を持つ粒子が作り出したものだと解釈した。この発見は1932年に発表され、他の研究者によっても確認されたことで、 陽電子の存在を予測したポール・ディラックの理論を裏付けるものとなった。アンダーソンはまず宇宙船の中から非電子を検出したが、その後、自然放射性各種 THC から発生するガンマ線を他の物質に照射することで、非電子と電子の応を生成させ、より決定的な証拠を得た。この功績により、アンダーソンは、 ビクトール・フランツ・ヘスと共同で1936年にノーベル物理学賞を受賞した。その50年後、アンダーソンは自分の発見はカリフォルニア工科大学の同級生である超ただし業の研究に触発されたものであることを認めた。超の研究はアンダーソンの研究を発展させる基礎となったが、当時超の名前はクレジットされていなかった。 1936年、アンダーソンと、その最初の指導学生であるセスネッーマイヤーは、電子の207倍の質量を持ち、電子と同じ負の電荷とスピニ1、2を持つ素粒子、ミュウ粒子を、宇宙船の中から発見した。これは、当初、湯川秀樹が強い相互作用の理論で提唱した、中間子が検出されたものだと考えられ、ミュウ中間子と呼ばれていた。しかし、 それが中間詞ではないことが明らかになると理論物理学者のあやいラービがこの予想外の発見が素粒子物理学の論理的スキームにどのように適合するのか困惑し、そんなもの誰が注文したんだと言ったという逸話がある。ミュウ粒子は長い歴史の中で発見された素粒子の最初のもので当初は整然とした概念図に当てはめることができず、 理論物理学者たちを困惑させた。ウィリスラムは1955年のノーベル賞受賞講演で新しい素粒子の発見者はかつてはノーベル賞で報われたが現在ではそのような発見は1万ドルの罰金で罰せられるべきだという話を聞いたことがあると冗談を言っている。西島和彦とマレーゲルマンらによる素粒子の新しい規則性などによる解明が必要と なったアンダーソンは、その学術、研究キャリアのすべてをカリフォルニア工科大学で過ごした。第二次世界大戦中はカリフォルニア工科大学でロケットの研究を行っていた。1937年、エディオット・クレッソンメダル受賞。1950年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出された。1975年、 アカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデン・プレート賞を受賞した。1991年1月11日に死去し、遺体はカリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッド・ヒルズ墓地、ホレストローンに埋葬された。ありがとうございます。